どうも、ジョニアです。どうも、尾崎くんです。ヌリンです。ウィーテンス、どうも、アガです。なんかメンバー変わりましたね、このチャンネル。なんか誰かいない気がしますね。でもなんか、誰かいません？大事な人忘れてます。誰？誰だったっけ？マコさん。いや、花尾さんですよ、みんな。でも、花尾さんがいないということで、今回、花尾さんへのね、モニタリングみたいなことをね、していこうということなんですよ。まあ、一応今回、キムがね、ちょっと主役となってやってもらうんですけど、その動画というのがですね、もしも、キムが急に動画出ないと言ったら、花尾はどう対応するのか、まあ、キムが、ちょっと、いきなり、ちょっとすいません、ちょっともう僕、ちょっともう動画出たくないっす、みたいな。ちょっと、それってただのメンヘラって言ってない。あー、まあまあ。まあでも、その説もあるよ。その説、実際キムが今日ね、今ちょっと、今から呼び出してもらいます、花尾。で、呼び出してここで、やっぱ花尾さんにね、必要とされてないと思うんですよ、みたいな、僕って、みたいなことを言ってもらった後で、花尾がどう言うのかっていうのを見ていくんですけど、その時に、下で3人でこれモニタリングするという、いうのもやっていくので、まあぜひね、今日お届けしたいなと思います。キムさん大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？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 ということでやっていきたいと思います。はい。メイケットパスポーイズ、キム、辞職。はい。というわけで、じゃあ今から、花尾さんに、電話かけていきたいと思います。あのさ、はい、ちょっと話したいことがあるんで、今からオフィス来てもらってもいいですか？お疲れです。お疲れです。お疲れです。お前が呼び出すとは珍しいな。はい。そんなお前正座なんてしやがって、さっき話題につけられてんの。位置についてよーいドン。何をしてるの？今もうですか？笑うて。キムが呼び出すってなったら、はい、結構そうだね、なんかあったんかなって思うはずない。ないはず。おもろい。はい、よかった。喉乾いたな。コンビニ行かない。コンビニ来た方がいいっす。痛そうは言うかじゃ。バラライカバラライカバイカバイバーバイバーバイバイバイ。お前なんか悪いことでもしたの？まあそんな感じです。この間田中さんが家に来たじゃないですか。あの後僕を置いて田中さんと田中さんと、うん、バカちゃんと、うん、ノリリンで、うん、4人で温泉に行きましたよね。4人で温泉に行きました。で連れてってくれなかったんですよ。てかマジで俺いんかったお前。いやもうそれに関して言うと、お前がはぐれるから俺いいやいや僕普通にいまして、俺の右腕のくせに俺のそばにいんかったよ。1ヶ月ぐらい前の話なんですけど、僕を置いて花尾さんと我がちゃんとノリリンでカラオケ行ってましたよね。カラオケ行ってましたよね。伝わりすぎてちょっとどれがどうかしようかなけど、3人でカラオケ行ってて、うん、もうイラつきすぎて寝ました。僕あんまりルールを守りきれないところがあるという。急に話変わったよお前。はい、いやもう繋がってるんですけど。繋がってるよ。繋がってますよ。はい、はい、僕ちょっと遅刻とかしてしまったりとか。まあそうですね、うん、まあ、あと編集も期限間に合わせることになったりすることが多々あるんですよね。うんうんうん。それで、まあ、僕がなんか本当にこのチームに必要なんかなっていうか。それはいるでしょ。だっているもん。いや、でも僕がいることでみんなの足引っ張ってるぐらいだったらいない方がいいのかなっていう。まあまあまあ、それはでもまあなんていうか、その、まあ、もちろんまあその遅刻とか、まあ、編集の締め切りだとかは守らないといけないところは大事やねんけど、まあ、YouTuber ってさ、やっぱこう会社とかと違ってさ、その人だから一緒にやってるってところがめっちゃ大きいわけやん。はい。なんだろう、その迷惑とかどうこうじゃなくて、はい、もうシンプルにメンバーというか家族というか
まあね、そもそも俺とお前の仲なんでね、まあ、だからこそまあ、なあなあにならないように多少ね、まあでも花尾さんはじゃあそう言ってくれるかもしれないですけど、最近の人が、まあ、僕とかそのとかノイリンが、まあ、出ることが増えてきたじゃないですか。まあそうですね、まあでもまあそれは結構去年ぐらいから、はい、でその昔の花尾さん一人の動画とか花尾さんと電眼さんだけの動画の方が、まあ、僕から見ても花尾さんっぽかった、まあ、ぽさね、ぽさみたいな、はい、まあでももちろんそういう需要がまあないわけではないと思うし、なんか昔から見てくれた人とかはなんかそういう動画が好きだったりする人もいると思うけど、まあでもなんていうか俺がやっぱ YouTube 続けるってなった時に、まあ、リンガーさんとかも十分もチャンネルのねその一員として見てくれてると思うけど、まあ他のキムとかもともと俺の動画を見てくれてて、まあご縁があって、まあ積分サークルだとかそういうとこでまあ動画撮るようになって、なんか俺がその人手が足りないから、まあ、手伝ってくれてるというか出てもらってるというか、俺の感覚的には2人が、まあ、ご縁があって、まあ、積分サークルだとかそういうところで、まあ、動画撮るようになってってなった時に、やっぱりみんなに、まあ、YouTube をせっかく一緒にやってるわけやから、自分自身のその夢とか目標を持ってほしいわけよね。だから今こうして、まあなんかその理系っていうのを強みにやってきたけど、まあ、それだけじゃない、まあ今までやってこれなかったようなちょっと冒険してみたりとかして、俺としてはやっぱりその今いてくれてるメンバーの子たちを俺と動画を撮ってくれるっていうかは、一 YouTuber としてみんなに見てほしいって思ってるし、まあ、いつかみんながこう各々ね違うところに旅立っていく時とかに、ここでここだからこそ得れるものは得ていってほしいし、その時に YouTube を頑張り続けてたからこそ、その見える違う景色みたいなちょっと見てほしい。こんなちょっと俺は一人が好きとかも言ってますけども、そんな私でもね、一人ほんまに一人でやってたらね、ほんまに一人でやってたら今絶対こうなってへんからさ、ほんまに一人で誰の力も借りずにほんまに一人でやってたらマジで100万人いってへんと思うね。それは絶対そう言えるぐらい。でもほんまに一人で誰の力も借りずにほんまに一人でやってたらマジで100万人いってへんと思うね。思わへん。まあ、いつかは行っちゃうと思いますけど、まあ、いつかはね、いつかは行っちゃう。マジです。みんなでいたから100万ももう頭取りもできないわけよね。もう突き進むしかねえと。ってなったら、やっぱり一番高いところを俺は目指したいと。だから、全員の力が大事。まあ、こんな俺が言うのもないけどね。こんな俺ですら、それをもう、持っていると言う時点で、もうお前はいると。行くか。いや素晴らしい、ちょっとほんまに思ってたじゃんか。これ下で聞いてたんですよ。ちょっと悟られへんように頑張ってたんですけど、ちょっとなんか笑い下は盛り上がってんなって。4人で温泉に行きましたよね。行きましたね。なんか下めっちゃ盛り上がってるやん。一人だけでも呼び出されて、うん、いやなんかまあまあ確かになんかこうプライベートとか言うから、はい、なんやねんって思ってなんやねん。いやでもほんまにもうキムがほんまにこいつさ、僕カラオケ連れてきてもらえなかった。あれで笑っちゃおうよ。こいつさ、アホみたいな理由で俺の弟さ呼び出すの。いや、でもなんかあのほんまに俺必要ですかみたいになった時に15分ぐらい話してたよ、マジずーっと。俺はもうなんかスパッとお前はいるでぐらいで終わる軽い感じかと思ってたら、急にむっちゃ真面目に話し出して、ちょっとほんまだから一人とみんなでの葛藤がちょっとやっぱあるんだなっていう、俺らには分からへんとこがやっぱあるの。花尾さんの新しいモードです。これね、お前絶対
ちゃったな。いや、この人、10分前ぐらいほんまにずっと泣いてて、こうクラナダの顔してました。私たちのこと考えてもらってないみたいな顔してた。